どうも、バダジョジョです。今日はですね、こちらの熊の実を作っていきたいと思います。まあ、ニモとも呼ばれますね。使う風船は4本です。オレンジ2本と白と黒、この4本で作っていきます。で、今回ですね、この風船なんですけど、まあ、この縞模様がやっぱり特徴的ではあるんで、この縞模様を作るときちょっとばらけやすいんですね。ほどけやすいというか、バラバラになりやすいので、その辺気をつけながらやっていきたいと思います。それではやっていきたいと思います。はい、では作っていきます。じゃあまずオレンジと白を膨らませるんで、黒ともう一つのオレンジは後ほど使います。白とオレンジを75センチずつ膨らませます。レッドポンプだと、そうですね、5回は膨らますすぎなので、よいしょ、はい、4回とちょっとぐらいですかね。75センチずつ、ジャスト4回ぐらいですね。4回ぐらい絡ませます。これ2つ結び合わせてください。結び合わせた側のスタートになります。はい、ではオレンジをまず大体ですね、14センチぐらい、はい、14センチひねります。で、もう一個14センチひねります。これをロックツイストですね。こう、はい、次7センチ7センチ半分ですね。 7センチ7センチ半分をひねります。7センチ7センチ、2等分した長さですね。で、この間に通してバブルロールスルーしていきます。はい、次3センチのピンチツイストを作ります。はい、続けて7センチのループツイスト、この3センチのピンチをループの間に埋め込みます。はい、次白い風船を使います。3センチのボールと大体10センチぐらい、10センチ弱ぐらいですね、を作って、もう一個10センチ作ってロックしますですね。はい、次オレンジを、まあ、大体そうですね、6センチ7センチぐらい、6センチぐらいで、また次は6センチ6センチ7センチで、また同じぐらいのロック2です。こんな感じですね。3センチの10センチロックツイスト、6センチ、まあ6センチ、7センチぐらいのロックツイスト。これをですね、互い違いに合わせます。こんな風に。互い違い。はい。に合わせて、合わせるっていうのを意識して、この先にここをつなげます。その時に三角形になるように、こう三角形ですね。三角形になるように意識して、オレンジは3センチの丸でいいんですけど、白はもっと長めですね。だいたいそうですね、9センチぐらいで、9センチとこう隠れてます。3センチをロックツイスト、はい、これで体のベースがとりあえず出来上がりです。で、次にオレンジを膨らませます。これで50センチちょっとぐらいあれば、55、60センチぐらいあれば大丈夫です。途中までしか使いません。はい、
最初に3センチの丸を作った後、だって5センチぐらいのループツイスト、5センチのループツイストと3センチですね。で、この口巻きを絡めてピンチツイストにします。はい、で次にこれをここのオレンジと白に通していくんですが、ここの真ん中のオレンジと白は固定されてるわけじゃないので結構外れやすいです。ちょっと気をつけながら、ここのループツイストがあるこの隙間を狙って1回通していきます。ここですね、こうやって通します。はい、最終的にここに来るんですけど、ここに一気に通そうとしたらバラってほどけてしまうんで、とりあえずこの隙間があるここを狙って通しました。で、通したらそのままですね、下にですね転がすように持っていきます。広げて転がす。ここまで持っていきます。はい、で反対側にも来てますね。で、ちょうどこのオレンジと白のライン上にこのひねり目、ここがこのライン上に来るようにしたら、ここもこっちのオレンジと白のライン上にここにひねり目を作っていきます。はい、そしたらひねり目作ってたら、今度は7センチのループツイスト、熊の実は片方のヒレが長いのでちょっとこっちだけ5センチと7センチって大きくします。ただ最後にピンチツイストを3センチですね、3センチのボールをピンチツイストします。はい、であとは切りますが、最後また使うので根元を切るか先っぽ切って結んで再利用してくださいですね。再利用する長さはだいたいですね15センチぐらいあれば問題ないです。15センチ残しておいてください。こっちも結びます。はい、ちょっとバラバラになりやすいので気をつけましょう。黒い風船使います。だいたい50センチあれば大丈夫です。3プッシュぐらい。はい、結びましたら、この風船をここ一番最初に作ったループツイストとピンチツイストを合わせたところにつなぎ合わせていきます。はい、そしたら右と左どっちでもいいんですけども、やりやすい方向からで構いません。ちょっと柔らかめにしながら、このヒレのピンチツイストに黒を絡めていきます。だいたいですね、柔らかめにして7センチ8センチぐらいですね、7センチ8センチぐらいでここに持ってきます。ヒレのピンチツイストをここに絡めますですね、ここから持ってきます。その時にこのオレンジと白の間にこの黒が埋め込むようにしてくださいですね。埋め込むようにちょっと押し込みます。転がして押し込みます。そして次は3センチぐらいのボールですね。ちょっとこれも柔らかめがいいです。ボールをここでひねったら、3センチひねったら、ここにですね、ひねり目を合わせるように持ってきます。絡めなくていいです。こんな風に持ってきます。で、次の黒を次のこの白と、あ、こっちです。白とオレンジ、オレンジは一番最後に作った7センチのちっちゃい方ですね。この間に埋めながら、こうですね、こう埋めますね。ここ今持ってきたところを、まあ、流れるようにですね、こっちから来て流れるようにこっち側に行きます。
埋めながらちょっと空気を柔らかくして間に挟み込みながら、ここにまたひねり目を持ってきますので、サイズは特に何センチっていうのは決まってないのですが、ひねってここに持ってこれる長さ、これが長すぎてもボコってなるだけだし、短すぎてもギュッて引っ張っちゃうので、ちょうどいい長さを合わせます。こうですね。ただ今度は流れるように尻尾の方に持っていくのではなくて、今度はそのまま戻りますね。左右対称としていくので、今度また反対側のこっちのオレンジと白の間に持ってきます。この柔らかくしながら間を埋めるように持ってきます。間を埋めますね。でまたこの白のこのへそみたいなところにひねり目を当てるために、長さをだいたい予測してひねりますね。何センチっていうのは決まってないですけど、まあ、長すぎず短すぎず、目安としては白い風船よりは長くなります。ひねり目より外側に来てるので、黒もひねり目にこっちに合わせるので、ちょっと白よりは長くなります。空気を抜きながらだいたいここ10センチでひねりましたけど、だいたいそうですね12センチとかの長さになりますね。はい、でここにちょうどまたさっき最初にこう通過した部分をバッテンになるように通過します。でそのまま3センチでひねって、ここのヒレに、反対側のヒレに合わせます。はい、では次にまたこのオレンジと白の中を押さえて入れ込んであげながら、8センチぐらいですかね。でまた最初のつなぎ合わせたこのループツイストに戻っていきます。はい、で黒はいらないんでちぎりますね。はい、では絡めて中に埋め込んであげてください。ということでちょっとここは難しかったですね。ループツイストからスタートして、どっちかの横ひねに到着したら、流れるように尻尾にひねりながら持ってくる。で最終的にこれがここ、最後のオレンジの背中に到着したらリターンですね、戻りますってことで、黒をこうまた回して戻ってって、クロスバッテンしてひれにつなげて最初のひれに戻ってくるって感じで、一周すると縞模様ができます。はい、じゃああともう少しですね。でオレンジをさっきの15センチ残してたってやつをこの尻尾のところに絡めます。はい、絡めたところで、白をちぎりますが、目玉に使いたいので、切ってからまた目玉分を残しておきますね。まあ10センチとか膨らませとけばいいかなと思うので、10センチぐらいで残しておきます。尻尾切ってから作り直しても大丈夫です。白はこっちは結んで尻尾の間とかに入れて絡めておいてください。そしたら15センチ残した切れ端の方で、だいたいこれは5センチぐらいですね、5センチぐらいを2個ひねってロックツイスト。はい、残りをループツイストにしてここに戻っていきます。はい、でまたこれも切りますね。でさっき1個ずつちぎったのは、作りやすさの観点でこう順番をいろいろしてちぎりましたけど、まあ最初にもう2個ともちぎっとってこれつなげてもいいですし、まあ後で全部白とオレンジちぎるでもいいですし、その辺はお任せしますが、ちょっと僕の手順はこんな風でした。でオレンジちぎります。はい、ってことで全体的に完成したので、残った白で、目玉を作りますね。で大体3センチ4センチのボールを作って、
で、ここハサミでなんかでちぎって切ってですね、で、またちょっと1センチぐらい隙間を空けたところに3センチのボールを作ります。はい、で、最初にひねったこのひねり目は戻します。戻すことでちょっと隙間っていうかくぼみが出てくるんですね。ってことでこのくぼみに白い目玉の風船を間に入れます。はい、で、ここは目を描いていきますね。はい、ってことで目玉を描きました。これで完成ですね。で、目玉なんですけど、真横につけたら真横は見やすくなるんですけど、真正面見たらちょっと怖いですね。ちょっと斜めぐらいとか、まあ、真正面から見るための作品だったらこう真正面向きにつけてあげた方がいいかもしれません。あと、まあ口とかつけてあげるとちょっと可愛いかもですね。はい、ってことで熊の実の完成です。はい、いかがだったでしょうか。やっぱりですね、ここの埋め込むっていう作業がちょっと難しいと思うんですけど、まあ、真正面から見た時にこのオレンジと黒のこの外側のラインが綺麗にこう並んでいたらいいかなと思うので、ちょっとこの黒が出っ張っちゃったりとかですね、このオレンジがちょっと右か左にずれちゃったりっていうことがあると思うんで、まあ、出来上がった後に少しずつこう調節をしたらいいかなと思います。あと、まあ目の向きは最後も説明しましたが、ご自由によろしくお願いいたします。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。まあ、動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また出来上がった作品をハッシュタグジョー TV って作ってアップしていただけると、アドバイスとか感想とかコメントいたしますので、ぜひアップしてみてください。ではありがとうございました。